福井明は日本の実業家。商品デザインを主とするクリエイター及び空手道場の桜建築の経営者、師範。日本中央競馬会に登録されている場所でもあり、冠名は桜建築を由来とする王剣、勝負服の柄は赤、黒一本輪、黒袖赤三本輪を使用している。まず一口場所となり、約60頭に出資した。 1997年頃に日本中央競馬会の馬種の資格を得たが、2012年現在も所有馬の数は少ない。2002年、最初の単独所有馬である王権ガールが2月23日の3歳新馬戦で優勝し、人馬ともに初戦で中央競馬初勝利を挙げた。2008年、2005年に初めてセレクトセールで購入した王権ブルースリーが3歳。 未勝利戦を制して、約5年ぶりに所有馬が勝利した。その後同馬は、喫花賞も制し、所有馬が、J、ジェイブニー競争初挑戦で、初勝利およびクラシック競争初勝利を挙げた。所有馬は、おとなしひでたか球舎を中心に、立党トレーニングセンターの球舎に予託している。ブルースリーの大ファンで、彼に憧れて、空手を始めた。所有馬の一頭である王権ブルースリーの、 ブルースリーは、ブルースリーが由来となっているが、日本の競争場名にはカタカナ9文字以内の規定があるために、ブルースリーではなく、ブルースリーとなっている。ありがとうございます。